飛び広競馬場今日のメイン競争第44回クイックアップ BG34 歳牝馬の重賞ゲートが開きましたバンゲーフルゲートさあ1障害に向かいます1番サンシルクラポピー6番のアフロディーテ外からサートクインがいきます第1障害各馬それぞれクリア海瀬龍樹が後ろから全馬第1障害を下って12障害の中間点に差し掛かっていきます さあ先行していきます9番のサトクイーンしかし一旦止まりました7番のプランセスそれから6番アフロディーテトップハンデ8番のミス・高島差がありません5番のジャスミンガール上がってきましたが止まって4番のブレイクスルーうち1番のサンシルク・ラポピー2番のウィナー・キララ1番外10番カイセリウキがしんがり刻んで刻んで各馬進んでいきます 1>, 1、2障害の中間点が過ぎましたもう一度、各場所が止まって5番のジャスミンガール上がってきた6番のアフロディーテ今日も行きますそして早くもミス・高島前に行くそして佐徳クイーンさあミス・高島先頭で第2障害手前前半59秒できました問題はこれから第2障害ですまずいった9番の佐徳クイーンいつも通り行くそして8番のミス・高島仕掛けた真ん中6番のアフロディーテさあ第2障害 ミス高島上がってくるぞ6番のアフロディーテこの2頭人気2頭並んで下ってきましたさあ3番手どうかうーんとサトクインは第2障が膝をついている1番のサンシルクラポピーも膝をつきました5番のジャスミンガールが今3番手でクリア立て直してサンシルクラポピー今4番手で降りていきますさあ前の2頭依然として並んでいる残り3 0ル 8番のミス・高島先頭1馬身少し抜け出したか6番のアフロディーテ懸命に粘っている3番手は開いたところ5番のジャスミンガールそれから1番のサンシルク・ラ・ポピーです残り1 0ル。8番のミス・高島先頭1馬身半のリード6番のアフロディーテが2番手残りわずかミス・高島人気に応えましたアフロディーテ2着3着争い残り1 0ル。 1>, 1番のサンシルク・ラポピー追って5番のジャスミン・ガールですが残りわずかサンシルク・ラポピー3着あとはジャスミン・ガール一2番のウィナー・キララそれから3番テツ・アズマ後ろ10番・海星ウキ4番・ブレイクスルー 9番、佐藤栗ン、懸命にゴールを目指して7番のプランセスが第2章涯に残っています帯広競馬場第10競走第44回クイーンカップ4歳、牝馬の重賞勝ちましたのは8番のミス・高島です。これで重6勝目 今年の白輪賞に続いての重賞制覇世代品馬重賞ではさすがに負けられませんトップハンお見事でした番芸3つの世代品馬重賞総なめとしておりますミス高島です2着に6番アフロディーテその後に1番のサンシルクラポピーと続いています 7番のプランセス残り2 0を通過して懸命にゴールを目指しているところ第44回クイーンカップあと 56m7 ーー番のプランセス。